ときめきハートフィッシングストーリー。さて今回のときめきハートは千葉県浦安にやってきました。今日胸ときめいて挑戦するのは鷲津彩乃ちゃん。一人での釣りは初めてとあって本人はやや緊張気味の様子です。浦安というと、ディズニーランドぐらいのイメージしかなかったんですけども、ここでメバルが釣れるということなのですごい楽しみです。見てください、こんなに船があるんですよ。そして名前もあるんですよ。なので私あの船に乗っていっぱい釣っていきたいと思います。それでは行ってきます。おはようございます。おはようございます。船長の青山さん。はい、そうです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか私はい、数えたんですけども船が多くないですか。なんか9隻ぐらいあったんですけど、屋形も含めて18杯です。18杯。はい、そんなにあるんですか。はい、何でも任せてください。そうなんですね。私釣りも全然初心者で、まだ数回しか釣ったことがないんですけども、はい、メバルというのは比較的釣りやすいんですか。そうですね、気が難しいことは気が難しいですけども、船長の言うことや守ってやっていただければ少しは釣れると思いますよ。本当ですか。はい、船長のことを頼りに私今日一日頑張って釣りたいと思います。はい、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。はいはい、彩乃ちゃんが今日お世話になるのは乗り合い船と言われる船です。目標とする魚を釣るために決められた時間までに集合して集まった人たちがみんなで乗っていく船のことです。出船前に青山さんが注意事項や釣り方などを教えてくれます。餌は萌エビというものを使います。尾っぽありますね、尾羽。尾羽の付け根は残すようにこんな感じで、ね、付け根は必ず残すようにね。で、仕掛けはこういう仕掛けですね。ハリスは1号以下ですよ。30センチ以上40センチ未満。で、餌の刺し方ですね。今切った先端から刺します。刺したらもうすぐ抜いてください。浅ければ浅いほどいいです。背中にね、こんな感じになるようにね。まあ上手。大丈夫。釣り方は基本的には、重りがべったりそこです。これを重りだと思ってください。重りがトンベタついた状態ね、寝ちゃった状態、重りがべったりそこについた状態、この状態で釣るようにしてください。これが竿先だと思ってください。この指が竿先だと思ってください。これ重りです。重りを背負ってます。着底します。コトンと寝ます。竿先が返ってきます。テンションゼロ、ね、負荷ゼロの状態で待てるようにしてください。で、着底してずっと待ってます。ね、待って、当たりがなかったら2、30秒に1回必ずゆっくり持ち上げてください。持ち上げるスピードはこのぐらいです。少なくても下から 1,2 メーターはこのぐらいのスピードでやってください、ね。まあ、その後はまあ普通の状態でスーッと上げて結構です。上げたら頂点で5秒10秒止めて、でゆっくりまた下ろす。その繰り返しになります。当たりの出方は3通り、前当たり、中当たり、本当たりで自分は分けてます。だいたい前当たりっていうのはこういうふうに竿を持ってる、ここに伝わってきますから竿先に出ません。はい、じゃあ下がどういう状況なのかというと、萌エビがいます、はい、優雅に泳いでます、はい、魚が来ました、ね、あれやばい、逃げ惑ってる状況が前当たりなんです。エビがガタ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 動いてる状態だから竿先には伝わってきませんから、この持ってるここの場所にもぞもぞもぞとかそういう感触であるのが前当たりだと思ってください。ちょっと持ってみて、前あたりはこれなんです。何も感じません。前あたりって最初はわからないですね。なんか違和感があったら、さっき 2,30 秒に1回ゆっくり持ち上げてって言いましたけど、それは忘れてください、ね、次のあたりに備えて今度はじっと待つようにしてください、ね、少なくても1分ぐらいは、ね、まあ1分以上は待つ必要もないでしょう。その時にはゆっくり誘ってみてください。前あたりが来たら
ピタッと止める。動かさない。はい、この時動かすともう次来ないからね。うん、次やっと中あたり。中あたりでだいたいこのぐらいです。わかります。中あたりでやっとこのぐらいなんです。ね、でそれをすると次本あたりがあります。こういう形で本あたりがあります。はい、この本あたりが来たらゆっくり竿を持ち上げて、竿を ご自分の持ってる竿の最大限まで曲げてください。この動作は必ずゆっくりやること。早く絶対やらないでください。で、この状態でぐん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 食い込ませるように。この釣り物でやっちゃいけないことは合わせるという行為。ね、当たりがあってヒュッと動かす。ね、上げる。これ絶対やらないでください。合わせる行為は絶対やらないでください。竿を最大限に曲げて、その竿の弾力を使って針がかりさせるように、はい、なかなか難しいですから慎重にやらないと難しいです、はい、まあ、あとは頑張ってください。よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、さあ、いよいよ出発ですが、彩乃ちゃんは今の説明を受けて正直不安になりました。釣れないかもしれないし、当たりにも気づかないかもしれないし、今までとはちょっと違うんです。神経をすっごい使いそうなんで不安。釣れるかな。これぐらいなんですよ。全然わかんないです。今まで強い引きですらわかんなかったのに。やっぱ慣れですかね。でも波なさそうですよね。どうだろう、ここだけ見てるから。よし、ここはまだ川ですか。川今からどう見ても川でしょ。そうですね、川でした。ちょっと勘違いの彩乃ちゃん、船は旧江戸川を伝って東京湾へ向かいます。天気がいい。富士山です。右を見れば富士山で、左を見ればディズニーランド。シンデレラ城も見える。すごい。さっきまでの不安はどこへやら。しばし遊覧船気分を味わう彩乃ちゃんです。あそこで花火がパーン上がります。その瞬間、その瞬間、いかにステラであり続けるか。すべての一瞬が至福になる。ステラ is here。 船はポイントへ到着しました。メバルで大きいのだと大体何センチぐらいになるんですか。はい、図鑑にね、図鑑に書いてある最大魚と言われるものは、はい、大体30センチぐらいだって言われてるのよ。30センチぐらい、うんね、でもうちの船で釣った記録は、はい、まあ、証拠は残ってないですけど、はい、37センチ、図鑑以上じゃないですか、うん、ね、で今期もね今期もすでに34センチおが上がってるね。だいたい通常だと何センチぐらいのメバルが釣れるんですか。通常だとそうだね、20から25って言ったらアベレージサイズじゃないかな。あ、でもそんな大きいんですね、うん、ってことは今日いける。いけそう。いけるかもよ、腕が良ければ。初心者でもいけるもんですから。そうだね、だから言ったように、はい、慎重に慎重に神経を使って。そう、メバルをバカにしないこと、しません、うん、さて話はいよいよ実践へと移ります。で、基本的にどんな釣り物でも一緒なんだけど、竿と仕掛けの位置関係、これは竿は風上、仕掛けは風下に置くと絡みがなくなります。まあ、これは今後ろから来てるけども、はい、前から風が来てるとすると、はい、風上に竿を置いて、こっちに置いて、仕掛けを風下に置けば絡まないでしょ。あ、はい、手前祭りってものがなくなるから。それは釣りの基本ね。どんな釣り物でも一緒だよ。お、うん、でさっきも言ったけども、仕掛けはこういう仕掛けね、はい、ハリス1号以下、このハリスの太さね。長さは30センチ以上、40センチ未満がいいと思います。はい、でこの針は、まあ、チンタメバルっていう針なんだけど、種類なんだけど、はい、8号から9号ないし、ヤマメバリね、ヤマメバリ、うん、がいいと思います、はい、ね、そんな感じの三本バリね、はい、縦仕掛けの三本バリ、そんなのでやりますからね、はい、では次に餌付けです。
まずは、はい、ですね、さっき教えたように、はい、ハサミで付け根だけ必ず残すこと、ね、はい、これはこれ必ず守ることね、はい、で先端から刺して刺したらもうすぐ背中に抜く、こんな感じね、はい、やってみて、尾羽の付け根は残すんだよ、よし、これぐらい、うん、はい、すいません、はい、で貼り付けてみて、貼り付ける、わあ、先端から刺して、えのちゃんなかなか飲み込みがいいようですよ、刺したらもうすぐ抜く、すぐ抜く、そうそうそう、はい、そうできた、グー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 、はい、できた、グー、いいよ、で仕掛けはポチョンと、ポチョンと下に下ろすんではなくて、なくて振り込んでやる、はい、振り込むというのは斜めに下ろすね、はい、これをこういう風にやってポチョンってやれば斜めに落ちる、はい、斜めにどん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 落としていく、そんな感じで仕掛けをとりあえず投入してみようか、左手に仕掛け、ピンと張った状態をできるだけ離して、できるだけ離して、ピン、そう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 、張った状態で、でクラッチ切って、そうスプールを親指でちょっとブレーキかけといて、じゃあね、そこに向けて、そこに向けて振り込んでみよう、はい、よ、下手くそでした。じゃないんだな。重りを離したら竿をゆっくり持ち上げる感じ、離します、はい。ゆっくり持ち上げてこのまま離します。ね、スプールにかけてあったブレーキを解除する、投げない、そのまま離せばいい、この投入が最初の難関でした、なかなか思うところへ落とせません、重りを離したら、あ、どうしよう、コツが、いいよ、あ、よ、はい、あ、一回、あれ、じゃあもう一回いくよ、はい、仕掛けはピンと張った状態で、ピンと張ってロックを外し下ろす、離したら竿をスーッと持ち上げる状態、そうそう、で離して、おっしゃおっしゃ、そう、そんな感じ、あー、ちょっと上手くなりました、いいよいいよ、今度は成功、いいポイントへ投入できました、だんだんメバルに近づいてきましたよ、あ、着きました、はい、で、さっきも説明したようにテンションをあんまりかけない状態ね、はい、船は揺れるから、はい、船の揺れと同調して竿を、はい、こういう風にやらない、はい、ね、船の揺れを自分の体で吸収してやる、お、当たりがなかったら必ず 2,30 秒に1回ゆっくり持ち上げる、ゆっくり持ち上げる動作はこんなもんね、はい、で頂点で5秒10秒止めて、でまたゆっくり下ろす、ゆっくり下ろす、下ろす場所が一緒の場所なのが分かるんであれば違う場所に、違う場所に、わあ、ね、すごい神経使いますね、使うよ、彩乃ちゃん全神経を集中させます、でこういう波があるときは、うん、竿に余裕を持たせる意味で竿はね、水平からちょっと上で待つ、なぜかというと船揺れた時に余裕がないです、はい、揺れるでしょう、ね、なんとか彩乃ちゃんにメバルを釣ってほしい、青山さんのアドバイスは続きます、できるだけね、そうやって揺らさないの、今逆に揺らしてたかな、今やってるのはここには入っちゃってるわけ、はい、じゃなくてここは浮かしとく、だからで極端な話、極端な話、こういう状態、はい、竿先見て動いてないでしょ、動いてない、ね、こうじゃないと当たんないから、ね、そしてついに当たりが出たよ、当たり、あ、なんか引っかかったの、来た、あ、来た、これで合わせちゃダメよ、え、どうすればいいんですか、このまま巻いていいんですか、今前あたり、まだ来てる、来た、まだまだダメ、竿を十分に曲げて、あ、来てる、いいよ、巻いてみな、巻いてみな、最悪、巻いていいよ、果たしてメバルなのでしょうか、いいよ、あ、もっと巻いて、よし、この子ちっちゃい、巻きすぎに気をつけな、はい、わ、トリプル、後ろすごい、後ろトリプル、すごい、はい、かかったよ、あ、わ、いいよ、それでいいよ、初メバル、はい、一番上だと、彩乃ちゃん、そのまま待望の初メバルです、おめでとう、ありがとうね、メバル、私のメバル、ドーン、初メバルです、青山さんのおかげで待望のメバルを手にできた彩乃ちゃんでした、ときめきハート、次回をお楽しみに。